はい、こんにちは。 OHK アナウンサーの堀安秀です。来月の8日にサッカー J2 が開幕します。地元ファジアーノ岡山、イケメン選手が多いと言われているのですが、その中でも王子と呼ばれる選手を今日はお招きしました。この方です。え、ミッドフィルダーの関戸健二です。よろしくお願いします。出た、王子や。王子ですね。かっこいい顔が、また白壁のが来るかと思いきや、いや、ゆるキャラ、ゆるキャラの方がいいですよ。すごい、本物じゃないですか。すごい、しかも今日はもうユニフォームでね、はい、お越しいただいたということで、そしてニルンは初登場ですけれども、どうですか、ニルンのスタジオは。めちゃくちゃ緊張します、もう今日はね、王子が登場ということで、ちょっと足の長さこれ比べちょっと恥ずかしいですけどね。すごい足長い、もう王子を、ね、見ようということで、もうお客さん、すごい、お客さんすごいですよ、もう、すごい、白のお客さん、いつも金曜日こんな感じでしたっけ。女子多いしみたいな、普段僕らの時来ないんですよ。どこ行ってたんだ。客層がいつもと違います。王子すごい人気、さすが王子でございます。もうね、なんといっても今シーズン活躍が期待されますこの関戸王子ですけれども、ファジアーノ入団からを VTR でまとめていますのでご覧ください。ファジアーノ岡山背番号16、ミッドフィールダーの関戸健二選手。今シーズンは攻守の要、中盤の底、ボランチというポジションでの起用が濃厚です。2012年、サッカーの強豪校、流通経済大学からファジアーノ岡山に入団しました。入団前に練習に参加して、チームの雰囲気の良さと即戦力としてオファーされたということで、それに心打たれまして、ファジアーノ入りを決めたということなんですね。さあ、そしてその年の宮崎キャンプ、横浜 FC との練習試合でした。小学校時代からの憧れというキングカズこと三浦知良選手とマッチアップしたんですね。これどうでした、関戸さん。もう本当夢のようでしたね。え、憧れていた選手とこうやって一緒にね、ピッチでプレーするっていうのはね、もう本当夢のような世界でね。でもカズ選手ももう昨日48歳になりまして、今年も現役ですよ。今年も対戦できますよ。どうですか。すごく楽しみです、さあ、2012年の開幕戦、いきなり J リーグデビューを果たします。関戸選手は後半から出場しまして、気持ちを前面に出した泥臭いプレーでスタジアムを沸かせます。この時のこと覚えてますか。まあ、とりあえず緊張はしてました。緊張した、無我夢中でね。そして縦へのスルーパスでチャンスメイクしたかと思えば、時折見せるスーパープレーが大気のエンディングを見せました。そしてデビューからおよそ2ヶ月で J 初ゴールも挙げました。ドリブルで自ら切り込んで力強いシュートをネットに突き刺しました。自分で持ち込んでね。これどうでした、覚えてますか。覚えてます。最高に嬉しかったです。嬉しかった、ね、この大観衆の中でというね、ひときわ嬉しいゴールでした。ということで、デビューイヤーは3得点を挙げたこの関戸選手、天皇杯で名古屋から挙げたゴールもね、あれ良かったですね。はい、気持ちよかったです ね。ということで3得点挙げましたけれども、ところがですね、ちょっと2年目以降にリズムに乗り切れず、去年は開幕直前に右膝の手術を行いました。全治3ヶ月ということで、やっぱり辛かったですよね。そうですね。そして、10月の大分戦で久々の実戦復帰。積極的なシュートに関戸選手らしい創造性あふれるパス。尊敬する中村健吾選手を彷彿とさせるゲームメイクを見せます。上々の復帰戦という形になりましたかね。そうですね。ただ去年は結局まあ2試合の出場にとどまったということでね、ちょっと悔しいシーズンになりました。そして2015年です。長澤哲新監督のもと、今月11日に行われた新潟とのプレシーズンマッチでは、ボランチでスタメン出場しまして、華麗なボールタッチ、そして持ち前のパスセンスをしっかりとアピールしました。2年ぶりの開幕スタメンに名乗りを上げています。先月25歳になったばかり、王子の活躍に注目です。ということですけれども、このね、華麗なプレー、これが一つの関戸選手のやっぱりこうね、特徴だと思うんですけれどもね。ご自分ではどうですか、その自分の持ち味っていうのは。そう、そんな華麗なプレーしてるなとかいう思いはないんですけど、まあ、チームのためにどれだけボール受けて
まあ、たくさんボール受けてチームのためにいい方向にできるように、ね、本当にでも1年目に37試合出場してで活躍したんですけれども、ちょっと去年ね怪我の影響で2試合ということで、今年に期する思いというのはやっぱり強いですよね。そうですね、今全然痛みもなくできてるんで、そういう状態でできる時を大切にして、まあ、サッカー人生短いんで今を大事にしてプレーしたいです。さあここからは、なるほどなご質問ということでサッカー選手の本音を聞きたいと思います。はい、まずはこちらです。監督交代劇ということで、今シーズン、ファジアーノ岡山は影山正永監督から長澤哲監督に代わりまして新体制でのスタートとなりました。これ選手にとってはね、監督交代というのはプレーにどう影響するんでしょうか。監督は変わったんですけど、長澤監督は去年からコーチとして岡山にいるので、選手のこともチームのこともよく理解していて、まあ、今までファジアーノがやってきたことをレベルアップさせていこうっていう方針なんで、戦術的に大きな変化とかないんですけど、練習とかのメニューは変わったりするんで、まあ、新鮮な気持ちで練習できてます、ね、去年1年間コーチでやってましたけど、人間としては長澤監督ってどんな人ですか。まあがっていうよりは、うん、もう短い言葉で心にスッて入ってくるような、短くても心に伝わるような言葉をこう発するという監督。なるほどね。さあということでですね、続いてですけれども、こちらも一つのキーワード、ファジアーノ岡山の日本代表、うん、ということで、今シーズン元日本代表選手が2人も新加入しました。まずは岩政大輝選手、そして梶晃選手なんですけれども、どうですか岩政選手。岩政選手は、まあ、顔がめちゃくちゃ怖いんですけど , 笑ってるじゃないですか、あんな笑顔だけど、ちょっと怖いですかね。大丈夫ですか、それ言っても大丈夫ですか。大丈夫ですか、チーム帰ってから。大丈夫です。ちゃんと怒られそうな感じですね。フォローしててください ね, ね, ね。でもやっぱりね、鹿島で J リーグの J1 で3連覇したというね、もうすごいキャリアの持ち主ですもんね。そうです、まあ試合中とか、まあ、練習の後とかもうすごく細かくアドバイスくれて、すごく勉強になります、ね、もう先生と呼ばれたりしてね、チームメイトやサポーターからね、非常に信頼の厚い岩政選手なんですけれども、一方の梶選手どうですか。梶さんはあの通りすごい明るくて面白いです。関西人ということでね、兵庫県出身で、普段からやっぱりそうですか。そうですね、場が明るくなるようなそんな人ですね。岩政選手が先生なら自分はもうおちゃらけ担当ってね、自分で言ってましたけれどもね。でもプレーの方はねすごいですよね。やっぱりもう試合中めちゃくちゃ落ち着いてて、すごく頼りになります、うん、あ、試合中に落ち着いている、はい、これもやっぱり一流選手の証なのかなと思いますけどね。さあではね、今後の飛躍も活躍期待されます王子について、藤崎マーケットのお二人からちょっと質問をしていただきたいと思いますけれども、ね、ようやく来た、聞きたいことが山ほどあるんですよ。山盛りあります。ありがとうございます。ちょっといいですか、代表して。え、もう来たよ。言わせていただいてもいいですか。どうぞ代表さん、王子に質問でございます、うん、好きなドーナツはありますか。何やねんそれ。関係ないじゃないですか。それ何それ。好きなドーナツ、なんでそんな好きなドーナツを聞きたいの。ちょっと聞いてみます。そんなんじゃないよ。そうなんです。違うよ。そうちょっとじゃあ、ちょっと代表でもこれテレビ見てる方もやっぱ聞きたいことがあるんですから。みんな気になってるよ。いいですか、はい、目玉焼きは醤油派ですかソース派ですか。どっちでしょう。醤油っす。醤油だったということで、ね、ドーナツはちなみに好きなドーナツありますか。ドーナツはチョコかかってるような。チョコかかってる。すみません、どうも王子。今度用意してきますね。ね、いいですか。チョコといえばですよ。バレンタインデーとかどうだったんですか。あ、聞いた。すごいじゃないですか、王子。サッカー選手って。まあ、僕は全然なんですけど。いや、王子多いでしょ。全然って言っても何個ぐらい。本当今年は5、6個とかじゃないですか。そうなんですか。もらう人は結構もらうんですか。人気ある人はもう全然いっぱいもらってます。多い人ってどれぐらいもらえるんですか。どうなんですか、まあ、よくわかんないですけど。いや、王子5個ですか。って方はないと思いますけどね。その100個を1個と換算してないですか。多すぎて。あ、やばい。5個とかそういう形じゃないですか。
じゃあ違うんですか。おかしいな。もうちょっとあのサッカーに関すること聞きませんか。あ、サッカーの。サッカーすること。サッカーね。サッカー選手ですから、正確な。サッカーですから、確かに聞きときましょう。利き足はどっちですか。いや、そんなのは、ね、選手メーカーに見てください。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、それは見ます。好きな選手とか、あ、おられるでしょうか。キャー選手はピルロとかが好きです。ピルロ、ピルロね。あ、ピルロ、はい、ピルロですよ。なんで？有名ですから、ピルロ。有名。知ってる時、そう。はい。あの金のあのあれです。違うよ、ピルロと。腸が綺麗になったりとかね。ピロリピロリ。あ、ピロリ綺麗。腸に違いますよね。違うよ。ないですね。どこでしたっけ？イタリア代表の。イタリアです。イタリア代表ですよ。どんな選手なんですかこれ？もうオーラがあって、もう。スルーパスとかバンバン通しちゃうような。なるほどね。そこはやっぱり関戸選手のプレースタイルにもちょっと似てるところもあるんですかね。憧れですね。憧れね。ああいうふうにプレーしたいっていうね。カズさんと対戦された時はどんな感じなんですか、あれ。本当幼稚園の時に三浦知良になりたいって書いてたぐらいなんで。あ、書いてたんですか。はい。もうすごい嬉しかったです。へえ。48歳。年の差は23歳ですもんね。すごい。親子みたいなもんですからね。本当ですね。いやいやいや、ね。でも逆にどうですか、関戸選手から藤崎マーケットのお二人にね、お笑い芸人さんにちょっとこういうこと聞いてみたいと思いますか。何でもいいですよ。はい。オフの日とか何してんのかなと。めっちゃ可愛い質問じゃないですか、ね、オフの日は何をしてるか。気になる。そうですね。何人気あるんだ。あ、人気あるからね。そうですね、まあ、大抵ボランティアをしてますね。またもうしてないやん、はい、してないやん、こんなに滑ると思わなかった。すいません、冷たい空気がちょっと流れましたけどね。本当に自分で自分を何しようんですか。本当自分に何しよう、自分に何しようんですか今。失礼しました。ちょっと一回ここあのね、はい、凍りついたところで、はい、そんな中でもやっぱりこう街をホットにする開幕の話題です、ね、開幕いよいよ近づいてきましたね、来月8日ということで、FC 岐阜が相手ですね、開幕戦ね、はい、ちょっとそのあたりの抱負をお願いできますか。まあ、個人としてもチームとしても J1 昇格っていう目標に向かってチーム一丸となってやっていきたいと思います。では最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。来月8日のリーグ開幕戦、会場はシティライトスタジアムです。名前は変わりましたがおなじみのスタジアムです。年間平均1万人の観客にお越しいただけるように精一杯プレーするので、会場での応援よろしくお願いします。はい、ということで一字一句間違えずに言っていただきました。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。はい、ということで今日のゲストはファジアの岡山の王子こと背番号16番ミッドフィールダーの関戸健二選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、関戸選手にはこの後も番組の最後までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。